はい、でも2021年映画鑑賞1000本チャレンジ中見せてくれでゴンスよそろえー、今年見た83本目あこちらの作品ですグリズリーこちらお6月10日に見たので簡単に紹介していきたいと思いますこちら1976年のアメリカ映画ですで1975年に大ヒットした伝説のサメ映画 えー、スティーブン・スウィルバー監督のお「ジョーズ」このヒットにいち早く便乗して、えー、作られたのが本作ですね、えーまあ、つまり数多くあるジョーズのパクリを先陣切ってやった、まあ、ジョーズパクリのおパイオニア的いい作品ですね <laughs>、えー、で舞台をお海から山にでモンスターをおーサメからクマにね、えーまあ、変えてるんでさすがにジョーズとね、えー、別物だろうと思っていたら、まあ、ストーリーが、まあ、したくい、えー、クマさんが、ねえー、出るにもかかわらず、まあ、行楽 シーズンで、えー、観光客を入れたい、えー、公立公園の管理者が隠していたら案の定被害者が出てしまったと言ったね、まあ、そういう重たった総理展開ねジョ、えーズ、まあの方は、えー、海水浴客でしたが、えー、グリズイリの方は キャンプ客ですねで、マの群れに襲われて絶滅した先住民のお話がね登場するんですがまあこれはね上手ではインディアナポリス号のねお話でねまあそういった小ネタもね出てきたりで映像面でも熊さんがねなかなか姿を現さないとかでそしてマさんの主観映像で一緒に近づくいうところとかね行ったりでらには脚本家のハーベフラックスマンが神尾でリポーター役をねやってるところですね。 えー、まあジョーズではあ原作者のピーター・ベンチリーがね、えー、リポーター役で神を出演しますからね、まあ、そこまで、えー、パクっていてね <laughs> 思った以上にジョ、えーズやったというね、えー、作品ですね。<laughs> えーまあ、ただジョーズのサメはあ、まあ、ロボットで、ねえー、撮ってますがグリズリーのクマスはね 本物の3ーぐらいの巨大なクマさんで撮ってますので撮っても撮影大変だったそうですね調教されたクマさんとはいえ肉食の危険な動物ですからクマとスタッフの間に電線を引いて電気ショックにビビってクマさんが近づかないように撮影してたそうですねという危険を顧みず作られたパクリ映画の鏡グリズリーでしたでは また。